2022年のドラフトで逆輸入という形で日本ハムに入団した加藤豪介選手、 NPB を経由しない形でメジャーに昇格した初めての日本人野手としても知られるアメリカ仕込みのオールドルーキーに注目するファンも多かったですよね。現在6月交流戦に入り、ついに加藤選手が一軍デビュー、そして活躍も見せているようです。今回はそんな加藤選手についてあるエピソードとともにご紹介いたします。加藤豪介の歩み。加藤選手はアメリカで生まれ、3歳の時神奈川県へと移り住みましたが、両親の仕事の関係で5歳で再渡米しサンディエゴに移住。6歳からリトルリーグで野球を始めました。その後高校はカリフォルニア州サンディエゴのランチョバーナード高校へ進学。高校通算では打率4割1分1厘25本塁打114打点を記録するなど、有望選手として注目を集めていました。そして2013年に加藤選手は複数球団のスカウトからドラフト指名の意向を告げられ、プロ入りと推薦入学が内定していた米大学野球の名門への進学の二者択一を迫られます。両親からは自分の人生は自分で決めなさいの言葉とともに、メジャーリーガーになる確率を高卒と大卒の両面から分析し、プロ入りを選択。ヤンキースから2位、全体66番目で指名され入団しました。ヤンキースへ入団した加藤選手はルーキーリーグから努力で這い上がり、2019年に初めて 3A に昇格します。その後はマーリンズやパドレスへと移籍するなど、なかなかメジャーを経験できず苦戦しましたが、ブルージェイズへ移籍した2022年にプロ入り10年目で初めてメジャーへの昇格を果たしました。メジャー昇格を果たした加藤選手は4月27日のレッドソックス戦で待望のメジャー初安打を記録。ここから波に乗りたい加藤選手でしたが、メジャーの選手層は厚く、5月に戦力外となりメッツへ移籍となりました。そして再びメジャーへの挑戦を目指していたところ、日本ハムからのドラフト指名という吉報が舞い込んできたのです。まさかの日本のチームからの指名への驚きとともに、日本への移住を含めて悩んだそうですが、加藤選手は日本ハムへの入団の意思を固めました。契約金、年俸を合わせて1億円、背番号は田中健介選手がつけていた3が用意されるなど高評価、そして大きな期待がかけられる契約となりました。日本ハム入団を迷ったという加藤選手ですが、最終的に日本ハムを選んだ理由を野球評論家の里崎智也氏はドラフトについて、3位っていう大げさに言ったら6位とかでもいいわけよと、入団を確実なものとするために3位で指名したのではないかと予想しています。加藤に対する日本ハム OB 評価。こうして経験豊富な加藤選手がオールドルーキーとして日本ハムに加入したわけですが、有識者はどのような評価をしているのでしょうか。新庄監督は実は昨年8月頃から加藤選手に注目していたようで、加藤くんドラフトにかければ面白いかなと思って、足も速いらしいし根性もあるみたいと発言していました。そんな逸材に新庄監督は惚れ込み、球団に加藤くんは必ず上位でお願いしますと獲得を直談判するほどだったそうです。入団会見では惚れ込んだ加藤選手と対面し、正直映像でずっとチェックしてた、加藤くんを目の前にした時に素直にでかいなと思ったと加藤選手の印象について語っています。また僕もアメリカでマイナーリーグを経験してたんですけど、この移動の距離とかもうハングリー精神の塊、10年間マイナーリーグの生活をしてきた加藤くんは本当にすごいなって、こういう辛い思いをしてきた選手っていうのはかなり伸びると思うんで、そこら辺の期待はすごい大ですねと高く評価しています。起用法については、
主にセカンドで5番6番あたりを打ってもらえたら強いチームになるんじゃないかなと、セカンドのレギュラー主軸としての活躍を期待しました。続いて2023年から日本ハムの投手コーチを務めている立山義則氏は、ある番組で加藤選手について、メジャーでのスピード、パワーを体験しての日本球界ですから、即馴染めばすごい数字を出すかもわからないですねと期待するコメントをしており、また、やっぱパワーヒッターで遠くに飛ばすってことですかと聞かれると、アメリカの方ではそういうパワー系ではないんですけども、日本に来るとある程度、例えば20本出たりとか、それで率も残せるとか、そういう可能性を秘めていると加藤選手の打撃の魅力について話しています。さらに同じく日本ハム OB で大谷翔平選手の女房役としても活躍した鶴岡慎也氏も、バッティングをシンプルに捉えているなど感じました。最短距離でバットが出てきますし、全く無駄な動きがないですよね。パワーが溜まってるんですよ、股関節と膝に。ここが全く動かないのでと、加藤選手のバッティングを評価しています。イチローから受けた影響。このように日本ハム OB から大絶賛、そして大きな期待をされている加藤選手、現在のバッティングにたどり着くまでにはイチロー選手とのエピソードもありました。6歳で野球を始めた加藤選手ですが、7歳の時家族でシアトルマリナーズ戦を観戦し、イチロー選手を見て感動。それ以来、もともと右打ちだった加藤選手ですが、イチロー選手を真似て左打ちを取り入れ両打ちになり、その後左打ち一本になったというエピソードがあるようです。また7歳でのイチロー選手との出会いは、野球だけでなく私生活にも好影響があったそうで、加藤選手は、イチローさんのプレーを見ることで僕はクラスメートたちに話しかける勇気をもらったのですと、日本語しか喋れず友達がなかなかできなかった加藤選手が、友達を作るきっかけをもらったと振り返っています。続けて、イチローさんは僕にアメリカ社会に溶け込む勇気を与えてくれました。新たな友達を作り、途切れることのない関係を築いていくための勇気です。僕の人生は変わりましたと、人生を変えた恩人と感謝の言葉をイチロー選手に送っています。またイチロー選手は現在の加藤選手の力強いバッティングにも影響を与えたと言われています。2014年、加藤選手がまだ19歳だった頃、ある縁もあり、もし神戸に来る機会があれば練習に参加してもいいよと誘われて、シーズンオフに神戸でイチロー選手と練習を共にしました。イチローさんは、私が神戸に行った理由がイチローさんと練習を共にすることだけだということを知らないと思います。でもそれが私にとって唯一の用事だったのです。イチローさんの言葉を聞いた瞬間から、よし、神戸に行こうと決めましたと、イチロー選手との練習に思いを込めて臨んだ加藤選手は、2日間だけでしたが、イチローさんから学んだことは計り知れないぐらい大きかったです。間違いなく私の野球人生に大きな影響を与えてくれました。本当に貴重な体験でした。これまでテレビや観客としてしかイチローさんを見たことがなかったのですが、実際に会うことができ、打撃練習まで一緒にすることができたのです。ただスイングを見ているだけですごいなという気持ちにさせられました。それにいろいろと質問をさせていただいたのですが、すごくためになりました。もう最高でしたと、自身の野球人生を変えた時間になったと振り返っています。その中でも練習で一番心に残ったものについて、加藤選手は、イチローさんの打撃フォームについて教わったことですと答え、私の打撃フォームそのものについては特に何も言いませんでした。しかし、好きなフォーム、自分の体に合ったフォームを探し、それを貫き通すことだと言ってくれました。この言葉には非常に驚きました。今まではたった一つの理想のフォームがあり、そのフォームを探し出さなければいけないと思っていました。だからこそ
イチローさんの口からこのようなことを聞けたことはすごくためになりましたし、イチローさんのユニークなフォームを見ればすぐに納得しました。と、イチロー選手からもらった助言を明かしています。この助言は加藤選手にとって極めて重大だったようで、実は私のスタイルでは次のレベルに行けないのではないかと思っていたのです。と悩んでいた加藤選手ですが、もしかしたらフォームを変えなければいけないのかと心配していたのです。でもイチローさんは、そのフォームで大丈夫だよと言ってくれました。貫き通せ、自信を持ってやれと。今の私にとってこの言葉が必要だったのです。今は自分のスイングに自信を持てるようになりました。と語り、イチロー選手の言葉で自分のバッティングを貫き通すことができ、今の形があるのです。幼少期から憧れたイチロー選手にもらった助言は、加藤選手の自信につながっているようです。日本での活躍。日本でのルーキーイヤーとして臨む今季は、春季キャンプ直前に右手人差し指骨折、3月の右腹斜筋肉離れと2度の故障離脱、開幕1軍を逃し涙が止まらず眠ることができないと胸の内を明かしていました。5月9日に実戦復帰、ファームで6試合をこなすと25日に1軍に合流して NPB デビューを果たします。その後は新庄監督がゾーンに入っているとうなるほど絶好調で、1950年伊藤敏夫以来73年ぶりにデビューから10試合連続安打とし、2リーグ制後の新人最長記録に並ぶ活躍を見せています。元加藤選手は長打力も見せており、交流戦だけで4ホーマーを放ち、交流戦でのチーム勝利に何度も貢献。6月2日に東京ドームで行われた巨人戦で3号ソロは打った瞬間にわかる確信弾。ファンもめっちゃメジャーっぽい、あの振りでミサイルみたいな弾道出るのすごいな、ドラフトで取れたの普通に羨ましいなと加藤選手のパワーに度肝を抜かれています。打撃でチームを牽引する加藤選手ですが、一方では守備面が課題として挙げられています。6月1日のヤクルト戦では記録に残らない守備ミスを連発。加藤選手はアメリカでは守備がうまいという評価で、2021年には138試合エラーなしという記録もあった。でも今日は、守備って加藤さんの記録になるし、記録になると来年の契約にも響く、家族にも影響する、僕はそこまでプライドを持って守備をしている、今日は負けと同じでそこが悔しいですと反省する様子を見せました。しかし新庄監督は加藤選手に向けて、これから飯山コーチとセカンドの練習をたくさんしてもらって、ダブルプレーでしっかり取って強いボールが投げられる投げ方っていうのをね、しっかり飯山コーチと取り組んでいってもらって、やっぱり打つだけじゃないから、守備っていうのが、守る野球っていうのをずっと描いてきているので、ダブルプレーって大きいじゃないですか。僅差の途中で守備固めで変えられない選手、プレイヤーになってほしい。と、加藤選手の守備に対する苦言を呈しているようです。いかがでしたか？今回は交流戦でついに NPB デビューを果たした逆輸入、加藤選手についてご紹介いたしました。終盤ご紹介したように、バッティングは申し分ないですが、守備に課題がある加藤選手。6月13日のベイスターズ戦では、セカンドで先発出場していた加藤選手が、日本ハムの初回の攻撃が終わると、新庄監督により、ファーストに守備位置変換させられるという、異例の守備交代も行われました。やはり、守備面で不安があるため、このようなことが起こったのだとネット上では話題になりましたが、皆さんは加藤選手の守備についてどう思いますか？コメント欄で教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。